まもなく左方向です。皆様こんにちは、キスジャガーです。2020年3月の13日金曜日11時7分です。こんにちは。現在ですね、何号線やろ、これ84号線かな、兵庫県明石市にいます。明石市で県道、兵庫県の県道84号線やと思うんですけれども、この動画は0071番になります。第二神明明石西から、終点須磨まで、第二神明全区間を、東向きに走る動画でお伝えしようと思います。よろしくお願いします。第二神明に乗るまでね、ちょっと一手もあるんですよ。狭いね、本当に。ここも狭いけど、もう一回狭いとこ入らない感じね。おじいちゃん慌てんでいいわ、本当。正面に見えておりますのが加古川バイパスですね。加古川バイパスの終点でありスタート地点でありますけれどもね。国道番号は一応2番です。国道2号線カメラの位置大丈夫かな。このまま行こうか、知れませんが、このまま行きます。あ、コーヒー飲もうと思ったのに信号青や。はい、このね、狭いんやけど、またここを左に曲がらないといけません。膨らみたいな、膨らまんで曲がれるかな。膨らみたいな、膨らんだら前から来るか。膨らめない、残念ながら。よくしょ、危ない。およそ300メートル先、有料道路入り口です。一応加古川バイパスの側道みたいな感じですね。今おるこの道がね。4分半。第二神明入るところからやった方が良かったかね。まあ信号待ちも入れて6分ぐらい経ってから第二神明が始まるかと思います。もうしばらくお待ちください。
まあ長いんですよね。ほんで一発で行かなそうですね、これ。加古川バイパスから降りてきて、この左折しようとしてる車と勝ち合うんでしょうね。あ、一発で行けりゃいいけどね。行けなさそうやな。爪にかかっているようですが、信号まだ変わらないかな。あ、変わった。じゃあ行こうか。まずね、行ける気がしないけれども、ダメだな、もたもたしてるな。これは上から降りてくる左折に負けるか。私これまっすぐ行きたいんやけどね。気味ですな。ダメじゃないね。ダメじゃない。行ってくれ、早く行ってくれ。よし、なんとか行けました。7分5秒、はい、お待たせしました。明石西の料金所でございます。4分。何キロやったかな、20キロポストぐらいかな、この辺り。23.8 キロポストがスタート地点になってますね。大久保4キロ、多摩津9キロ、神戸34キロとなっております。制限速度は70キロです。第二神明東行き、大阪の方に向いて走っております。明石のサービスエリアまで5キロ、明谷のパーキングまで18キロです。道路に乗るまでに、ね、7分かかりましたけれども、第二神明をお伝えする動画でございます。23キロポストです。11時15分になりました。おや、目の前の電光掲示板ちょっと渋滞の色が出ておりますね。嫌な予感、事故でもして。あー、バッテンやね、これ。バッテンマークは事故してる可能性が十分にございます。あ、でもだいぶ先か。だいぶ先ならいいや。確かね、これハイウェイラジオがあるんですよ、この第二神明という道路は。はい、22.2 キロポスト、222でございます。キロポスト、数字ね、こうやってどんどん減っていくんですよ。東川がスタート地点、0キロ地点になっております。ちなみに終点の須磨料金所を越えまして、月見山行くまでの間に多分0キロ地点があるかと思います。もう阪神高速は3号神戸線スタート地点と一緒というか共有してるんかなと思いますけれども、の時点でね、須磨料金所の時点で 1.8 か 1.9 かそれぐらいやったと思うんで、だいぶ月見山寄りで、トンネルよりまだ東川やったと思いますね。またその辺りまでお伝えしようかと思います。
川谷まで10分、須磨まで本線経由もどっちも本線が引いてある書いていない。嫌な予感しかしないね。伊川谷まで10分で行くのに、伊川谷から須磨まで10分もかからんやろっていうところを防線、どういうことでしょうね。通行止めか。まあこの第二神明も今まで何回かお伝えしておるんですけれども、このように通るたんびに交通状況とかが違いますし、今日は工事してるよとか、今日は事故してるよとか、今日は天気がいいねとか、走るたびに条件違いますので、何回も同じ箇所の動画を上げていきます。ほら、須磨が事故渋滞11キロ。やめてくれ。うわ、どうしようかな。かわすかな、須磨。この先合流があります。注意してください。詳細を知りたいね。はい、明石のサービスエリアじゃなかった大久保や。大久保インター入り口、そして出口ですね。出口じゃない、こっちが入り口。大久保インター 19.3 キロポスト、11時18分です。月見山インター付近まで11キロほど渋滞しています。月見山まで11キロ。姫路方向へ走行中の方にお知らせします。やめてくれ。この先明石サービスエリア付近から明石西インターまでの区間で作業を行っています。次におよそ7キロ先の明石西料金所付近23キロポストで工事を行っています。また高速道路をご利用のお客様へのお願いです。18.5 キロポスト、明石サービスエリアです。東行きです。大阪方面向き。明石サービスエリア入り口。18.2 キロポスト、明石サービスエリア出口。18.1 キロポスト、11時19分です。法務事務所では相談は。法務事務所じゃねえ。はじめに大阪方向へ走行中の方にお知らせします。およそ30キロ先の阪神高速3号神戸線生田川上り入り口を先頭に、およそ19キロ先の月見山インター付近まで11キロほど渋滞しています。続いて姫路方向へ走行中の方にお知らせします。この先明石サービスエリア付近から明石西インターまでの区間で作業を行っています。次におよそ7キロ先の、はい、わかりました。ちょっとだいぶ遠回りしてぐーっと山の方に逃げようかなと思ったんですが、もう一緒なので、このまま行きます。際どいね、これ須磨に行くまでに渋滞が伸びてきて、あ、減ったか。生田川から月見山まで11キロ言ってたのが10キロに減りましたね。とりあえず私まだ帰れないんですよ。これ神戸でもう一回積んで、最後淡路島、洲本インターの方と三原の方と2軒下ろしに行かないといけないので、帰るの夕方ですね。ちなみに今日は朝3時半ぐらいからやっております。休憩はございません。16キロポストですね。まもなく多摩津インターです。11時21分になりました。さっき10キロって書いてあったのにまた11キロって書いてあるね。違うか。まあもうしばらく行きましょうか。はい、多摩津インター出口 15.4 キロポスト、11時21分です。 15.3 キロポスト多摩津インター出口。
過ぎますとすぐに多摩津インター入り口ございます。 15.1 キロポスト多摩津インター入り口、15キロポスト11時22分です。第2神明東行き大阪方面行き、制限速度全区間70キロになっております。およそ2キロ先、分岐を右方向です。まあよっぽどきつい事故でもう通行止めとか言うんやったら、これね、この先あの左方向にとってちょっと山ん中にあの逃げようかなみたいなこともあるんですけれども、まあよっぽどの時です。それはかなり遠回りになるし、お金もかなりかかりますので、皆さんはあまりされない方がいいかと思います。まああの下道走ってね、あの一般道走っていけばそれで金かからないんですけどね。14キロポスト超えました。第二神明残り14キロということですね。だから残り14キロのうちの1キロ2キロは渋滞はまるかもしれませんね、自己渋滞がね。はい、東経135度日本標準時4号線です。 13.5 キロポストにございます。11時23分、伊川谷ジャンクションまであと1キロ、明石海峡大橋や、山陽道、阪神高速の北高出線かな、まあ、それらに行かれる方はこの先あの伊川谷ジャンクション左の方に出てください。7号北神戸線か、ね、7号北神戸線と第二神明の北線もあるのか、まあ、ややこしいですね。ちょっとあのジャンクションがこの辺いっぱいあってややこしいんですけれども、はい、伊川谷ジャンクションです。伊川谷ジャンクション12.4 キロポストです。11時24分、この先の事故渋滞がものすごくつながってても、これダメだっていう時はこれ左に今の伊川谷ジャンクションに逃げときゃよかったかなみたいなことになるかもしれません。後でね、それちょっと行ってみないと分かりません。はい、12キロポストです。一応あの交通情報というかラジオで情報を取ったんですけれども、そんなに詳細が分かりませんでした。一応電光掲示板でも生田川から須磨ぐらいまで渋滞してんのかなどうかなみたいな、そっから減ってるのか増えてるのかもちょっと分からないので、ないと仕方ないですね。まだかわし方としては大倉谷とかで降りてっていうことすると、もうちょっと下道もだいぶ大変なので、渋滞はまってる方がマシかなと思います。11キロポスト第二神明残り11キロになってまいりました。第2神明、東向きに走っております。大阪方面行きです。制限速度70キロです。マヤから須磨まで10キロ渋滞みたいな感じで、ざっくりと、まあ、ざっくりとしたことしか分かりません。須磨で降りるかな、下道行くかなどうかなみたいな微妙なとこですね。大谷とかあの高丸とかあの辺りは結構あの上り下りきついんですよ。今も下り坂、結構きつい下り坂ですこれ。スピードの出しすぎにはご注意ください。スピードの取り締まりも結構やっていると思います。注意してください。大倉谷インター出口 9.5 キロポスト11時27分、
大倉谷インター入り口、すぐに入り口です。 9.3 キロポストですね。はい、高丸まで2キロです。では分からないかな、かなりきつい下り坂なんですよね、これ。かなりきつい下り坂終わるとすぐにかなりきつい上りになります。荷物積んでるトラックとかはね、ちょっとあの失速するかもしれませんね。勢いつけていかないとね、勢いつけていってしまうと今度スピード違反で捕まったりするかもしれないから微妙なところなんですけど、途半車線ございます。 7.7 キロポスト11時28分です。反射線あるんですが、これ左に入って道譲ってしまうと、あの途半車線終わってさあ本線に戻ろうかっていう時に、あのボーッと走ってる車に右並ばれてしまうと本線戻れないっていうことがまあまああるんで、あの今日みたいに空いてる日であったり、あと私自身これ70キロ別に失速してるわけではないので、特に途半車線に譲るっていうことはございませんでした。はい、事故渋滞9キロに減ってますね。ちょっとあれ怪しいんですけどね、正しいか正しくないか。この先合流があります。高丸インター出口、高丸インター出口 6.7 キロポスト11時29分です。3キロポスト 高丸インターの入り口越えました。きついな下り。5% の下り坂、かなりきついです。雨の日とかはね、スリップして単独事故とかも結構あります。ご注意ください。妙谷の出口です。妙谷の出口のところに、伊川谷か妙谷か、どっちやろ、名前がわからん、妙谷のパーキングエリアがございます。あんまり広いところじゃないんで、混む時間帯は止めるとこないかもしれないですね。妙谷のパーキングエリアと妙谷の出口です。妙谷インター出口は4.9 キロポスト11時31分になりました。この妙谷はジャンクションになってまして、この先合流があります、注意してください。神戸淡路鳴門自動車とかだけあっちから来るかと思うんですけどね、この左からの合流、あのパーキングエリアとか、なんだっけ、妙谷の入り口の合流もあるんですが、多分ジャンクションの合流も今のところ一緒に来たかと思います。およそ1キロ先、分岐を左方向です。 3.9 キロポスト今まで2キロとなってまいりました。まもなく事故渋滞が始まるのかな、どうかなみたいな。料金所超えるところまで行けるんだろうか。目的地まで5キロメートルです。
2020年3月13日金曜日、本日現在は左ルート工事中でトンネル通行止めになっております。まあ、以前お伝えした時は右ルートが通行止めやったかもしれません。今もう右ルートの工事終わってまして、左ルートこうやって塞がれて、全ての車両は右ルートを通らされるような形になっております。こんな感じですね。およそ1キロ先左方向、同じ道路を何回もこうやってお伝えするのもまた状況が常に違っておりますので、それはそれで意味があるかと思ってます。高倉山トンネル540m ですね。このトンネルを抜けますと、須磨の本線料金所になります。その料金所を越えますと阪神高速3号神戸線入ります。入りますがちょっと事故渋滞がその辺まで来てるようでしたら、須磨の出口で降りて一般道を走りたいと思います。どうしよっかな、一般道行った方が無難やけどな、ね、どっちでも行けるように左に取っておりますが、始まってんのかな事故渋滞、始まってないか、あー始まってんのか、どうだ、わからんな。情報ではこの辺まで事故渋滞っていうことになってるんですけれどもね。およそ 700m 先右方向です。はい、一応私の判断で阪神高速まで引き続き走ります。須磨の料金所超えました。11時34分、 1.5km ポスト。お、トレーラー、大型トレーラー何してるんだあれは。事故かこれ、単独事故かな、故障なのかな、なんか故障にしてはなんか右か中央分離帯に突き刺さってたように見えるんですけど、須磨の方まで事故渋滞ということで聞いとったんですけれども、今新たに大型トレーラーがなんか事故してるんか故障してるんか右側に止まってましたね。あれはまだ電光掲示板でもラジオでも言うてなかったです。はい、月見山トンネル 230m、 かなりカーブしてますし下りも結構きついです。ご注意ください、事故がかなり多いです。でこのトンネル過ぎますと左から月見山入り口から合流してまいりますのでご注意ください。あんまりスピード上げていくとね、合流する車と接触事故になるかもしれません。月見山から若宮まで結構カーブもきついんですよ。あんまり調子に乗って飛ばさない方がよろしいかと思われます。一応ね調子に乗って飛ばしても曲がれるんですけれども、受けに自信のない方は制限速度50キロなのでおやめください。この辺りかな、この辺り0キロポストのはずなんですけれどもね、もう、はい、この月見山の入り口左、11時35分、月見山入り口です今のところがね。あそこからも阪神高速3号神戸線スタート地点です。であれのすぐ手前までが第二神明の0キロ地点ですね。第二神明は須磨料金所が0キロ地点ではございません。さっきの月見山入り口のちょっと手前あたりに0キロ地点がございます。トンネル抜けてすぐぐらいが多分ゼロやったと思いますね。あれはもう始まったか。目的地まで 1km です。思ってるよりちょっと早かったね、渋滞始まるのが。私港川で降りるんですよね。あと出口まで 2.2 キロございます。2.2 キロもこんな感じでノロノロ進まないと仕方ないですね。須磨で降りて下道を行った方が早かったかもしれませんが、ちょっと面倒くさいので引き続き阪神高速の方に入ってきました。これ11キロから渋滞10キロに減ったりとかしてたでしょう。
あれ当てにならんって言ってたように収束して、あの渋滞がどんどん縮んでる可能性もあるんですが、あの10キロや言ったり11キロや言ったり、あのまあまあ当てにならないので来てみないとわからなかったんですけども、あわよくば港川あたりで渋滞が終わっといてくれたらほとんど渋滞の影響を受けずに降りられたかなという読みで来たんですけれども、まあ残り 1.9 キロですね。渋滞が始まってからもう300メーターぐらい進んでるんですけれども、まあこれぐらいのペースで進むんだったらあと 1.8 キロ別にいいかなと。下道でね、あの信号に引っかかったりなんやかんやすること思えばちょっとぐらいいいかなみたいな。はい、若宮の東向きの入り口、まあ、西向きはね若宮入り口ないんですよ、出口しかなくて、この東向きは出口ございません、若宮は入り口のみとなっております。事故渋滞10キロや言ってんのにわざわざ月見山から乗ってくるんですな、これな。私みたいにもともと乗ってたんやったら走ってくりゃいいんやけれども、下走ってたんやったら下しばらく行きゃいいのにね。ちょっとずつでも動くんやったらいいかと言いながらちょっとずつも動かなくなりましたね。失敗やな、降りりゃよかったかなこれ。こうしてる間にもどんどん割り込まれるという、はい、残り 1.7 キロですね、私、港川出口まで。たった 1700 メーターですが、こうやって止まってしまうとどうしようもないですね。もう 1700 メーターやろうが、17メーターやろうが、動かないものは動かない。こうやって止まってる間にどん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 次から次から割り込みの車が左から料金所入ってまいります。事故渋滞してるって言ってんのに乗ってこなくていいのになぁ。もうまあ下道がねそんだけまあめんどくさいっていうことですよね。まあ目の前の車もこれ大阪ナンバーなので、大阪まで帰るのにあとはゆっくり渋滞にはまりながらドライブみたいな感じでしょうかね。帰れていいね。私まだ淡路島2軒おろし行かないかんのに。11時40分になりました。港川まで2キロと書いてますね。2キロもないかと思うんですが、港川まで2キロ、名神西宮インター、名神の出発地点ですね、スタート地点、23キロ先にございます。3号神戸線、大阪市内まであと47キロですね。まあ、神戸の三宮の西側ですね、まだしばらく行かないと、あの神戸と言われるところではないんですけど、神戸の今西の端っこぐらいですね。神戸から大阪まで50キロないかなぐらいの感じで、今日距離はそんなもんですね。はい、残り 1.2 キロになりました。早く渋滞をおさらばしたいね。さっきよりは全然動くようになりましたね。この先この港川は31号の神戸 山手線っていうのが合流してくるんですよ。トンネルで山から降りてくるんですが、
そういう合流もありますので、港川のところでまたあのしばらく動きが停滞するかと思うんですけれども、出口まであと 800m という看板が見えてまいりました。あの看板まで 200m なんで、あと 1km ぐらいで降りられます。若宮から生田川まで渋滞9キロと書いてますね。目的地から1キロメートル離れました。阪神高速3号神戸線は先ほどの月見山の下りのカーブのあたり、トンネル抜けてね、あのあたりは50キロやったんですけれども、もう連続カーブ終わって若宮過ぎますと、おそらく全区間60キロやと思います。70キロにはなりません。60キロか50キロなんですが、50キロの区間は連続カーブのあたりだけやと思いますので、3号神戸線はこの先東行きはずっと60キロで走ります。止まってしまったね、やっぱりね。あと546m で出口なんですが、港川出口を越えたあたりに港川ジャンクションっていうのがあって、で31号の神戸山手線が降りてくると、それに引っ付くと。ちなみに東行きから31号の神戸山手線の方には行けません。西向き反対方向は港川ジャンクションになってて、港川出口の方に行きますとトンネルの方に行く分岐があって神戸山手線行けるんですけれども、この東行き大阪方面向いては、行けません。入ってくるだけで行けません。ご注意ください。なので神戸山手線ご利用の方は長田の入り口まで下道走られるしかないですね。港川の出口を出て、はい、私の目的地港川の出口です。300m 先、この目の前に見えておりますのが左方向です。これが港川の入り口ですね。入り口とあれが合流するんですね。この下トンネル見えますかね。このトラックいっぱい出てきているところ、このトンネルが31号の神戸山手線という分です。まもなく左方向です。止まればしっかり止めないと頭に警察が見張っております。ご注意ください。柳原から真山で5キロ渋滞と出てるな。西宮まで35分という時間表示になっております。港川インターから乗ってね、東向いて走ったら西宮まで35分やという意味なんですけども、もうすごいな、おばちゃんポルシェ。見えておりますのが港川の入り口です。東行き入り口、
西向きではございません、東向きです。西行きもご紹介して終わろうかな。あかー、信号に行くなった。今通り過ぎたあの右手の方からあの料金所があって、乗っていきますとまた3号神戸線東行き大阪方面向いて走れます。港川は出口も入り口もあるので、港川インターですね、両方向とも出口も入り口もございます。今通り過ぎた方が東行き大阪方面入り口で、で今ちょっと信号引っかかってるんですけども、この先 300m ぐらい行ったら右手にまたあの入り口があるんですよ。それは西向き、あの明石とか姫路の方に向いて走る方の入り口になります。そこまで紹介して動画を終わらせていただこうと思います。もう40分経ってるもんね。まあ、初め の, あの第二神明乗るまでに7分ぐらいちょっとあの下道でぐるっと回って余計な時間使ってしまったのもあるのですけどね。まあ、このようにあのドラレコを撮影してただ流すとかあの BGM で流すっていうわけではなくて、私がちょっとごちゃごちゃ喋るような動画になっております。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、もうすぐ終わりますんでね、長い動画最後までご視聴ありがとうございました。あざまもなく左方向です。はい、看板が見えてまいりました。この右折レーンですね。港川西行き姫路方面西行きの入り口になっております。3号神戸線港川西行き入り口、まもなく左方向です。およそ 300m 先右方向です。まあ狭い道なんですよね。11時50分になりました。ご視聴ありがとうございました。まもなく右方向です。